未成年女性への飲酒強要により活動自粛や厳重注意となったニュース。小山慶一郎と加藤茂明。なぜ年齢確認をしなかったのかとの声が上がっているが、これについてロンドブーツ1号2号の田村敦氏が自身のツイッターに投稿した持論が話題になっている。未成年にもペナルティを課すべき、小山たちは、問題となった未成年女性について、未成年とは知らなかった、ネットで知った、とし、女性が年齢を偽っていたと主張。実は知っていたのでは、との疑問もあるが、真偽のほどは定かではない。人気商売である芸能人たちにとって、こういったスキャンダルは命取りだ。そのため、ネット上では、芸能人なんだからパスポートや免許証をチェックして飲むべき、といった声が数多く上がっている。この声を受け、田村はツイッターで、本人が、20歳を超えてます。と言っているのに、いやいやこのごとき、よだから確認のために免許証かパスポートを見せてください、で始まる飲み会は楽しくなさそう、とコメント。続けて、年齢を偽って飲酒する未成年にもペナルティを課すべきだと思う。お酒はワイワイと楽しく飲みたい、と持論を展開した。アドズバイキオスクド、しっかり考えさせるべきです、と共感が続出。ファンの間では、未成年女性が小山たちと一緒にいたいがために年齢を偽っていたとの声もある。最終的には飲酒させてしまったため小山たちに非があるものの、年齢を偽って飲み会に参加した。未成年女性にも何らかの罰があってもいいという田村の意見に、多くの賛同する声が上がった。言えてるよ、そもそも、その会に参加してた子が言ってんでしょう。ありうないひどいよ、ほんとそれ思います。自分が嘘をついてのみの席に参加したことでどんな迷惑がかかるか、しっかり考えさせるべきです。ほんとそうですよね。20歳ですって言われれば別にそれ以上追求することもできないし、飲みの席で盛り上がるのは普通なことだと思います。だって、芸能人だから。しかし、一方で田村の持論に否定的な声も。飲酒をした未成年女性にも非があるとしながらも、イメージで商売をして、いる芸能人ならば、リスクに対してより向き合うべきだという意見だ。お酒の席で身分証を確認するのは、面白くないけど、芸能人という、立場をわきまえた上で、相手の年齢を確認する努力も必要と思う。だって、芸能人だから、基本的にはごもっとも。でも、そこは気をつけないといけない側の方は持ってはいけない考えだと思いますよ。いろいろな方に迷惑かかるだろうし、ニュースファンです。大好きです。でも、自覚を持ってほしいし、立場をわきまえてほしかった。でも、あつしさんのツイートで少し落ち着けた自分がいます。楽しいお酒の席にしたい、との思いは誰もが持っているはず。そのためには、田村の言うように自己申告制にしてペナルティを与えるべきなのだろうか。事前に免許証などで年齢確認をすることは、楽しい会の邪魔になってしまうのか。小山らを擁護しているとも言える発言だが、いずれにしても物議を醸すことでこの問題に一石を投じる結果になりそうだ。合わせて読みたい、ニュース小山メンバー。
加藤メンバー、未成年女性と飲酒報道。キャスターの自覚足りない、と批判。文、調べ編集部、シマウマ姉さん。